この夏の電力需給を点検する政府の需給検証委員会の初会合が、はい、まあ、先月23日に開かれまして、はいはい、沖縄電力を除く電力各社が需要見込みと供給能力を報告したんですね、はいはい、で各社はですね2010年並みの猛暑となって原発が稼働しない場合家庭や企業で冷房の使用を抑えるなどの節電効果を考慮しても8月のピーク時に66万キロワットの電力が全国で不足すると推定しているんですね、これ 0.4% に相当するんですよね。そうやると少ないように思うんだけど、はいはいはい、関西が大変なんだ。そうですよね、はい、そのまあ各電力会社の試算見てみますと、はい、北海道電力は 3.1% の不足、うん、九州電力は 3.7% の不足、うん、東京電力は節電効果を加味した場合、まあ、原発がなくても 4.5% 余ることを想定しているんですね、はいはい、で火力発電所の比率が高い中部電力も 5.2% の余剰電力があるとしたんですけれども、そうした中で今伊藤さんからもご指摘がありました、特に原発依存度が高い関西電力はですね、はい、不足する供給電力がおよそ500万キロワット 16.3% になると見込んでいるんですね。これね8月で 16.3 なんですよ、7月はね、原発あのね火力発電所が稼働しないので、はいはい、もっと19ぐらい近いんですよね。ああそうですか、うん、まあ、こうしたまあ暑さが平年並みで節電が実施される場合を想定しますと、まあ、即、まあ、関連だけということになるわけですよね。大井原発の再稼働をめぐっては、まあ、政府再稼働ありきでいろんなことが進んでるなという気がするんですけれども、うん、今回のその試算を信じてもいいんでしょうか。夏の節電計画の是非について今夜は考えたいと思います。今夜タイムラインがフォローするのは、電力不足は避けられないのか、何が正しい夏の節電計画。タイムライン。節電は続いてます。出かけるときテレビの主電源消してきたりですとか、まあ、なるべく洗濯の回数を減らしたりですとか、もう電気まめに消すとかそういう感じですけれども、慣れれば何でもないです。今日もやってきましたよ。節電は続けていまして、自分の部屋は電気を消したり、あとは夜のうちはろうそく何本かつけて節電をしています。続けてないです。去年の夏とかはエアコンをあまり使わないとかしてたんですけど、今は気力がなくなってきたというか、結構めんどくさいっていう感じがあって続けられないっていうのが。続けてます。こまめに電気は消すように、それぐらいですけど、勤め先では長期休暇に入ると絶対パソコンのコンセントからも抜いて電源も全部みんなオフにして、電力不足って聞くとやっぱりやらなきゃいけないと思います。町の皆さんに節電対策続いていますかということを聞いてみたんですけど、伊藤さんどうでしょうかね。なんか象徴的な単語2つありましたよね、はい、ろうそくってね、うん、まだろうそくすごいなその人って。結構若い方でしたけど ね、すごい。まあでも節電するとね、お金がほら支払いもね減少するからいいなっていうのはありますけども、うん、あと気力っていう単語がね、はいはいはい、これで気になりましたね。去年は気力があってやってたけど、今年は気力がないからやってないっていうのがね、うん、まあそういうことはあるかもしれないですね。やっぱり電力会社がねいろいろ言ってるけども、何が真実だかわからないし、原発事故は ね、ちょっともね、まあその今お金下がるって言っちゃいましたけど、うん、電気量減っても今値上がりしてるからあまり変わんないっていう方もね、まあそうですね、いますからね、うん、まあ先ほどお伝えした通り、他の電力会社と比べて関西電力が突出して500万キロワット 16.3% も不足するという報告ですけれども、はいはい、じゃあ一体なぜこのような試算になるんでしょうか、うん、専門家として出席されました環境エネルギー政策研究所の飯田哲成所長にお話を伺いました。電力需給っていうのは基本的に消費量もそれと発電量もどちらも人為現象なんですね。ですから人間の力によって電気を足りるようにすることはできるし、実際に関西電力あるいは政府全体としては足りるようにする責任があるわけです。それを放棄した非常に無責任で不誠実な数字だと、背に腹は変えれないというか、もう必死なんですよね。原発再稼働のためにもとにかく必死だと、まあ、しかしながらあまり必死にやってるもんですから、矛盾があちこちこぼれ落ちてきてるわけですね。電力需要を異常に課題に見ていて、前年まで達成できた省エネをもう無視しているとかですね、それから揚水発電をやたら少なめに見ているとか、まあ、なんといってもですね、そもそも500万キロワット足りない数字っていうのは
大井原発の3、4号機を動かしても足りない数字なんですよ。しかもですね、仮に3、4号機を動かしたとしても、原発というのは福島級の地震、津波が来なくてもですね、ちょっとした地震トラブルで止まっちゃうんですね。だから、そもそも遠い3、4号機が動いたとしても止まることを想定した安定供給のストーリーを作る必要があるんですが、危機を演出したいがために矛盾があちこちにこぼれ落ちていて、かえって自分たちの無責任、不誠実という姿をさらけ出しているということですね。飯田さんはこの関連が責任を放棄したんじゃないかということを指摘されておりますけど、いや、あのね、僕毎週関西行ってるんで、はい、この間の事情はよくある程度知ってまして、多いのね、3、4号機を動かしても多分256万キロワットだったと思うんですよ、うん、全然足りないでしょ。足りないですね、はい。でね、要するに8月、7月が19かな、で6月が 16. いくつのパーセント足りないって言ってるんですね。でそしたらね、去年の東京のように計画停電がもうテーブルの上に乗ってなきゃおかしいはずなんですよ、うん、でそれがね、でもね、足りませんっていうだけで計画停電のけの字はこれから検討しますっていうわけですよ、はいはい、でそうするとね、これから計画停電を考えるんだけど、7月は 19%、 8月は 16% 足りないって言われると、え、大変なことじゃんと思うわけですよね、うん、そうするとね、よく考えてみると、あれ、関電ってでも実は計画停電の計画も立てないんだから、実はそんなに足りないくなるとは思ってないんじゃないかっていう考え方を伺うわけですよ、はいはいはい、それでかつね、関電は要するにね、東京の人は一生懸命節電しましたと、うん、でも大阪の人はそういうことしないかもしれないっていう前提でね、計画立ってるんですよ。そうなんです。それでね、はい、大阪の人は怒ってるわけ、そうですね、なんで関東でできたのに関西でできないって前提するんだと、はい、関西の人間は関東と違うと思ってるのかと、それね、関西の人怒ってるんですよ。これは僕ね、そりゃその通りだなと、関西人は節電できないみたいなね、はい、前提で 16% とか 19% 足りないって言ってるわけだね。例えばそのなんていうかな、家庭の需要がねピークになるときに、例えばまあしょうがない我慢して節電しましょうって言ったら、またこれガクッとね消費量が減るわけですよ。そういう前提を結構ね吹っ飛ばして、しかも本当にその自分たちがなんで今電力が足りなくなったか、まあもともとその関電は原発の寄与度が高いので、ね、はいはいはい、こういうことになってるんだけど、じゃあ逆に火力を液化天然ガスで動かした時にどのくらい発電できるかと、これ細かいことが出てこないので、橋本さんも怒るし、京都の府庁も怒るしね、府知事も怒るしっていう、うん、そういうことになってるんですよ、うん、だからね、今関西では関西電力に対する不信感がねものすごく強いんですよ。そうなんですね、はい、だってもう7月8月考えてみればもう2ヶ月後3ヶ月後のことですからね、うん、だって16、19足りないって言ったら計画停電立ててよっていう、そういう世界ですよね。そうなりますよね。じゃあ今後どうなるんだというところなんですけども、うん、先ほどお話ありました検証委員会なんですけども、この検証委員会では各電力会社の報告を精査して、うん、間もなく最終的な需給見通しをまとめるんですね、うん、で政府はその検証結果を踏まえて関係閣僚だと構成するエネルギー環境会議を開いて夏の節電計画を決定するということになるんですけれども、うん、まあどのような検証結果、節電計画になるか注目が集まりますけれどもね、うん、その結果以下に関わらず、私たちは去年の体験を踏まえてどのような節電意識を持つべきなのでしょうか。飯田さんはこのように語っています。まず去年1年間に起きたことを振り返ってみると、まず311の地震の直後から計画停電をやったんですね。で、これは繰り返しちゃいけないことですね。それから次に去年の夏の電力制限で、これは停電はさせてないけれども、とにかく一律にですね、企業の実態も見ずにひたすらとにかく 15% 停電っていうことを要求をした企業、非常にこれで苦労したわけですね、まあ、そこが非常にトラウマを生んでると。で、3つ目に、これはもうヨーロッパ、アメリカでは常識中の常識なんですが、需要側管理と言って、あんな硬直的な節電ではなくて、もっと賢い情報を使って、市場も使って、なおかつフレキシブルな、いわゆる柔軟性のある、しかも利便性を失わない節電工作が山のようにあるわけですよ。で、そのせっかくのいい節電を
最初の計画停電と、それから次の電力制限令が、まあ、ぶち壊しにして、昔のですね、石油危機時代の、とにかく我慢する節電の方に、日本人全体の考え方を持っていったのがですね、去年やったことの政府の大きな問題なんですね。去年のその3月とか夏の間違ったやり方が頭にビルトインされているので、そこを払拭しないといけない。具体的には、業務用が一番東京と大阪は問題で、業務用がピーク時の4割を占めるんですね。で、業務用で無理なく減らす手段としては、照明を日本は750ルクスが平均、コンビニは1000ルクスなんですが、これを500に落とせば、労働環境上も全く問題なくですね、一気に電力を落とせますし、それから空調28度というのも実は1割ちょっとしか実施率がなかった。かつ百貨店とかですね、スーパーマーケットのお客さんエリアはほとんどやってなかったので、全域全部28度です。28度で熱中症になることはないので、あるいはエアコンは立ち上げ時に電力を食うので、一斉に10台立ち上げるんであって、時間差にするようなプログラミングをするとかですね。そういった全く無理のないやり方で、大幅に去年、業務部門が2割以上、個別企業でいうと6割とかですね、削減できているところもあるので、そういったやり方を徹底するということですね。それが今年の節電の課題、要は節電のパラダイムを変えると、無理して我慢するんじゃなくて、情報を利用した、マーケットを利用した柔軟なやり方で賢い節電をすると。まさに伊藤さん、先ほど街頭インタビューのところで気力というのがキーワードじゃないかとおっしゃっておりましたが、飯田さんも我慢じゃなくて賢く節電するのが今年のテーマだよというふうにおっしゃっておりましたけどもね。だからいかにね、うまく停電、節電するかに気力を使うっていうことが必要ですよね。で、飯田さんいくつか重要なことをおっしゃってて、例えばまあマーケットの機能を使ったりということをね言って、これはだから電力需要を調整するために価格をいじることを意味 してます。つまり電力をどうしても欲しい人はより高く買ったらいいんじゃないかっていうこともあるんですけど、まあこれはねちょっと問題があって、はい、つまりじゃあ買える人は買って節電しなくていいのかっていう話になるので、やっぱり社会全体として痛みをなんていうのかな、分かち合っていく、うん、でその中そういう意味で言うならば、その日本の照明の平均730ルクス、コンビニは1000ルクスというようなね、そういうものをやっぱり落としてもいいのかなと僕も思います。とにかくね、日本の都会の夜は異常に明るい、はい、ここは香港かと思うほど明るいですよね、はい、まあだからやっぱりヨーロッパとかね、行くと、まあ、少し明かりを落として、去年の夏ね、僕は感じたのはね、東京でも星が綺麗に見えたっていうことですよね。だって上空に光があんまりないので、だからまあそれをね、なんか強制力を持ってやるんではなくて、あとね、例えば工場の稼働なんかもね、土日に少し振り分けたりしながら、いろいろできることあると思うんですよ。だからそれを積算してやっていく一方で、その僕はね非常に最近取材して面白かったのは、六本木ヒルズっていうのはね、ガスタービンかなんかの発電6機あるんですよ。で5機が動くだけでね、あの六本木ヒルズの全体の電力を賄ってるんですよね。だからね、個別で言うと企業もそうだしビルもそうなんだけど、結構発電能力を持っているところがあるので、そういうところも稼働させていく。だから電力会社がその独占的に電力を供給するというスタンスを今まで続けてきた、それの限界がね、もう現れてきてると思うんですよ。あと言えるのはね、で東京は東京電力 4.5% 余るっつってるじゃないですか、はい、でヘルツが違うので簡単には大阪にはその電力を供給できないっていうのは分かるんだけど、じゃあいつまでもヘルツ違えたままでいいのかっていう話にもありますよね。まあそれでスタートしちゃったんで大変な、それ変えることはなんだけど、だから長期的に見ればやれることはいっぱいあるし、だから僕はねそういう面で言うと、その関西電力が関西の人たちに示しているアイデアというのは稚拙だし、説明力不足だし、改善の余地が山ほどあると思いますよね。だからその検証委員会で最終的に決めるらしいんですけども、もうちょっときめ細かいね数字を出してほしいなというふうに思いますよね。